裏世界ラボ。あら吉田さん、今日はお弁当なのね。はい、ちょっと料理を頑張ってみようと思って。今までコンビニやスーパーが多かったのに何かあったの？実は俺、早期退職しようかなって思ってるんです。あら、いいわね。会社を辞めてしばらくのんびりしてから、もう少し都会の便利なところに引っ越して老後を過ごしたいんですよ。今の賃貸もボロボロですし、新しい家に引っ越したら暮らしにこだわりたくて。それで衣食住を充実させるために料理も頑張ってみているんです。料理はいいと思うけど、退職してからの引っ越しは難しいわよ。新居を探すなら今のうちじゃないと。今からですか？この田舎からだと都会に行くのも一苦労じゃないですか。仕事を辞めてからじゃないとゆっくり物件探しなんてできませんよ。どこの都市に住むかもまだ決まってませんし。それだと見つからないと思うけどね。竹内さん、ご飯中にごめん。少しだけ聞きたいことがあるんだけど。あ、はい。とにかく吉田さん、もっといろいろ考えてみてね。竹内さんは心配性だな。家なんてすぐに見つかるのに。俺は吉田森よ。50代後半の独身会社員だ。つい先日ネットの老後こそ都会暮らしという記事を読んで、早期退職をすることを決意した。やっぱ都会の方が老人は絶対住みやすいよな。俺が住んでいる町は電車も2時間に1本、そこそこ人は住んでると思うが、年老いてからもここで暮らすには少々厳しい。独身だと買い物もままならなくなりそうだ。そんな心配をしていた時に、高齢者こそ都会で暮らそうというネット記事を見た。近くにスーパーや病院、繁華街があれば足腰が弱くなっても生活はできる。特に病院の問題は重要だ。過疎化が進んだせいで、この田舎には一番近くの病院でも隣町にしかない。現在ですら病気になった時は大変なのに、高齢者になった時のことを考えればゾッとする。独身で身寄りがないんだから、少しでも生きやすい環境を作らなきゃだよな。そこで早めに定年して、いろいろな都会を旅をすることに決めたのだ。50代で定年退職すれば、都会暮らしも十分に楽しめるだろうし、健康なうちにいろいろ遊び回らないと。俺は竹内さんからのアドバイスをすっかり忘れて、58歳で定年し、ついの住処となる町を探すべく、いろいろな大都市へと足を運んだ。それから2年後、俺はやっとここだと思える町に出会ったのだ。早速不動産屋に入り、物件を探すことにした。しかし、この物件探しで俺は自分の愚かさを自覚することになる。綺麗でめちゃくちゃいいですね。イメージとぴったりです。ここに決めました。わかりました。ですが、他にもいくつか候補を出した方がいいかと思います。これ以上にいい場所があるかな。吉田様の場合、保証人が管理会社になり、審査が通るかまだ断定はできませんので、今のうちにいくつか見ておいた方が良いかと。審査か。確かにそうですね。今は無職だし。わかりました。他にも見させてください。そして俺はいくつかの候補を選んで審査をしてみたが、またダメだったんですか？はい、はい、わかりました。違う物件があったらお願いします。申し込む賃貸が軒並み断られてしまい、俺は未だに新居を見つけられていない。断られてる理由はどれも同じで、高齢の独身者ということが原因だった。高齢か。そうだよな。俺はまだ若いと思っていたけど、もう60歳だし、それに独身なんて身寄りがないってことだもんな。しかも無職だし。結婚して子供がいればまた話は変わってきたが、俺は独身で子供がいない。さらに若い親族すらいないので、何かあった時の保証人になってくれる人もいなかった。最近よく聞く孤独死も60代の男性が多いようで、どこのオーナーも独身高齢者をあまり入居させたくないらしい。くそ、あとは審査だけなのに。このアパートも老朽化が進んでるし、早く決めないと。どうするかな。ひとまず都会で寮付きの仕事でもするべきなんだろうか。あら吉田さん。竹内さん、お久しぶりですね。最近見てなかったから引っ越しちゃったのかと思ってたわ。まだこっちにいたのね。はい、実は。
俺はこの2年間にあったこと、そして不動産屋の話を竹内さんに相談した。あら、やっぱり。やっぱりって？ほら、前に私言ったでしょ、仕事をしているうちに賃貸は探した方がいいって。ああ、そういえば。でもあの時は話が途中になっちゃったもんね。もっと詳しく話してあげてればよかったわ。いえ、俺もそのままだったので。実は私も何年か前に引っ越ししようと思ったんだけどできなくて、特にこの田舎には物件って少ないでしょ。だから本当に厳しくて大変だったの。もう引っ越しをやめようかなって思ってたら、定年してからだともっと引っ越し先がないんですよって不動産屋さんにいろいろと説明されたのよ。マジですか。不動産業界では常識的なことだったんですね。そうみたい。まだ夫婦だと受け入れてくれるところもあるみたいなんだけどね、単身者だとかなり厳しくなるって。夫婦？あの竹内さん、俺と偽装結婚しません？そしたら引っ越しできるし、書類上だけでいいんで。お断りします。私はもう住む家見つけたし、誰かの人生に責任持ちたくないから独身を貫いてきたのよ。今さら冗談じゃないわよ。ああ、そうですよね。なんかすみません。そう言いたくなる気持ちもわかるけどね。それに私は結局サービス付き高齢者向け住宅を予約したの。だからもう老後の行き先は決めてあるのよ。悪いわね。老人ホームってやつですか？まあ簡単に言えばね、私のところは高齢者だけが住んでる賃貸って感じだけど、安否確認とか基本的なサービスはついてて、それ以上の介護やサービスを求めるなら有料になるの。キッチンもついてるからご飯も自分で作るし、老人ホームより自由度が高いのよ。まあ困った時にはすぐに助けてくれる人がいる賃貸みたいなものね。そんなところがあるんですね。しかも暮らし方が選択できると。そういうこと。サービスや住居設備によって値段が変わるし、吉田さんも一度調べてみたら？確かにいいかもしれませんね。でも高齢って言ってもまだ60代だしな。そういうところって80歳以上の人ばかりが住むイメージがあるんですけど。施設によって年齢層は違うわよ。老人って言っても幅が広いんだし、私はなるべく若い入居者がいるところにしたの。まあ若いって言ってもみんな60代だけどね。これは施設選びが重要ですね。うん、私も本当にいろいろ調べて決めたからね。65歳で定年したらそこに住む予定なんだ。ああ、あの時竹内さんの話をもっとよく聞いていたら、もっといろんな人にも相談するべきでした。調べも不十分だったし。でもこの2年間いろいろな大都市を旅行できてよかったじゃない。住みたいなって場所にも巡り合うことができたんでしょ。無駄じゃないわよ。そうですね。でもこれなら早期退職しなくてもよかったな。俺もう60歳だし、サービス付き高齢者向け住宅も視野に入れてみます。独身を貫いてきたけど、結局人は一人では生きていけないからね。お金と環境で解決できる方法があればそれが一番よ。そうですね。竹内さんの話を聞いてから、俺は少しでも希望の場所へ入居できるようにまた仕事を始め、高齢者向けの住宅や老人ホームを探し始めることにした。保証人がいないことを不安に思っていたが、中には独身向けの賃貸や施設もあり、竹内さんの言っていた通りに年齢層や暮らし方も様々だ。病院が運営しているんですね。送迎バスも用意していますので通いの心配もないですよ。まだ気に入った家を見つけることはできていないが、少しずつ自分の求めている場所に近づいている気がする。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボではハイクオリティな際どい漫画を毎日投稿するので、チャンネル登録よろしくお願いします。暇つぶしがてらにコメントを残していってください。みんなで盛り上がりましょう。